さて、まあ、そんな中で、国政の方は今年末に大きな事件が起きました。 IR 疑惑で国会議員が逮捕される、そして、まさかのゴーンさんのこの逃亡劇であります。レバノンに、まあ、どういう出方で出たのかまだ分かりませんけれども、とにかく逃亡したということになり、この裁判にも大きな影響を受けることになります。日本の司法制度に対するこれは真っ向からの挑戦であって、私たち断じてこのゴーンさんのこうした行為を許すわけにはいかない。さらには、まあ、こうしたことがあるからこの保釈請求というのはなかなかできなかったわけでありますが、それを裁判所が、まあ、検察のかねてからの懸念にもかかわらず、それを曲げて受けて、結局はゴーンさんをそのまま海外に逃亡させる助けをしてしまったのが裁判所でありますから、ここは大きな、私は司法制度もう一度反省をしていただかなければならないし、また制度自体も法制度自体もしっかりとしたものに変えていかなければならないと思っております。まあ、日本の司法制度がいわゆる、まあ、自白強要型でですね、なかなか人間を、いわゆる代用監獄に押し込めて、まあ、そこで自白が出るまでこのなかなか、解放されてもらえない、これが問題だとよく言われています。確かにそういう一面があることも事実であります。しかしそのためには海外はどうやってるかというと、かなり証拠を固めるために、例えば、まあ、電話や文書の盗聴チェックはもちろんでありますけれども、さまざまな他にそれに代用できるだけの証拠固めのためのプロセス、これが日本とは大きく違って、このさまざまな方策が認められている。一方で日本はそういう方策が片っぽないままで、なかなか自白というものが一つの大きなこの証拠能力の最大の原因になってくる。まあ、ここはこの海外の動向も含めて変えていかなければならないでしょう。議論が必要でしょう。しかしだからといって自分たちのその国のやり方とは違うから、それが気に食わないから日本から犯罪行為を犯したとしても、こんなことは関係なしに出て行ってしまって何が悪いんだというような話には当然ならないわけです。ここはしっかりと、まあ、ゴーンさん、ゴーン被告の言っているこのデタラメ、横着さ、ここはきっちりと糾弾をしていかなければならないと思っております。まあ、さらに IR 事件もそうでありますけれども、 IR 事件、これはまさにこれからどういう実態であったのか、この調べていかなければ分かりませんが、私は今回のこの検察のあり方を見てまして非常に疑問に思いますのは、要するに現金授与、しかもその IR という巨額の利権がそこに絡んでいて、そのための施設を誘致するためにその闇献金を今は送ったという話になっているわけでありますけれども、巨額の利権という割にはあまりにも金額が小さい。そしてさらにその金渡したと言ってるけれども、そもそも誰が金を出したのかというと中国の企業だと。しかし中に入ってるのは日本人がやってるわけです。でということは中国の企業からお金が出たことは事実であっても、そこから先どうなったのかというのが実は全く我々から見まして普通に常識で考えると、それを渡したのか何か他に使ったのか、そのことの是非を言えるのはその使った本人にしか言えない。そして使った本人からすると自分が横領していくとことよりも、いわゆる贈収賄というか政治献金で渡していることの方が、この犯罪の罪としてどちらが重いのか私は分かりませんけれども、そういうことも含めたことを考えると、なかなか今言われている報道では実態がよく分からないというのが私の正直な気持ちであります。いずれにいたしましても、ここはしっかりと証拠のこのエビデンスにのっとった、証拠にのっとった捜査をしていただき、国民が納得できるように事実を明らかにする、これは国会議員側も当然でありますけれどもやらなければならない。しかし少なくとも今私が言いましたように、さまざまな今回の事案については普通の常識では
あれと思うようなことがこの事件化されてしまっているところに、私は非常に危ういものを感じているわけでありまして、しっかりここは捜査を捜査当局として事実関係を示していかなければならないと思っております。まあ、いずれにいたしましても、まあ、そういう出来事が年末に起きました。まあ、いわゆるこのスキャンダル絡みの中でこの国会が20日から始まってしまうということに多分なるんでありましょうけれども、まあ、今回の国会、まあ、この今年はこの8月にオリンピックを控えておりますから、なかなかその延長ができないということでありますから、今新聞で言われているのは20日から始まって150日間ということは6月17日、まあ、その後なかなか延長できないんじゃないのかと。で、それでその後でこれからいわゆる解散総選挙というのはどうなってくるのかということで、そこは本当に安倍総理しかわからないわけでありますけれども、しかし一つ分かっているのは、このまま日本の経済だけではなくて世界経済自身が実はこのプラスではなくてマイナスの方向に動いている。一つはアメリカ、中国の問題であります。そしてさらには、まあ、日本では消費税を上げたということもありますけれども、この長引く少子化問題、まあ、ここの歯止めがかかってきませんと経済というのはなかなか上向きをしていかない。で、そこで今年やらなきゃならないのは、まさにそういう景気対策も含めて、なんでこうした先詰まりのある形の日本の状況になってきたのか、そこの整理が私は断然必要だと思っています。まさに平成30年の整理、これはいつも私は申し上げておりますけれども、つまるところはバブルを作ってしまい、そのバブルの整理のために今度は非常に緊縮財政に傾いてしまい、結果が大デフレを作った。で、日本以外の他の国、これは先進国も後進国も含めて、この20年30年で経済成長してない国なんてのはほとんどどこにもありません。日本だけがただ一国、かつては30年前は世界もう一番だと、アメリカを抜いて一番だと言われた経済成長していた国が、今や世界のどの国にもこの及ばない経済が停滞した状態になった。その一番の原因は何か、それはやっぱり政策の方向性を見誤ったことだと思うんです。つまるところはバブルの後始末のための不良債権処理の結果、まずは債権回収に銀行が走る。で、企業の方も新しい投資よりもコストカットをして債権を返済する方向に走ってしまう。つまり投資よりも回収が30年の一番大きな仕事になってしまった。結果的にコストカットをしてこの売上が下がっても利益が出る構造になってきた。しかしそのことは逆に言うと、国民に渡している給料、いわゆる国民への実質給料がどんどん減ってきているということなんです。で、物価が下がりましたから給料が減ってもそれなりの生活はできる。で、昔の戦後直後のような貧しい生活にはならない。しかし戦後直後は貧しかったけれども将来に対する夢があった。だからその貧しい中から次の時代への投資をして、そしてまた子供を作って学校を行かせて、これから先10年20年経って子供の時代になったら良くなるんだという希望があったんです。ところが今はコストカットをどんどん励んで今の生活は何とかやっていけるようになった。しかしこの先10年20年経っても今度は先が見えない。まあ、日本は中国にももう韓国にも抜かれるようなことになってしまってるじゃないか。で、こんな状況で投資をしても意味がない、回収できないということで、先行きに対する投資もなければ意味もない。まあ、こういうことが日本の一番の閉塞感を生み出している。で、しかしそれはそういう見方を一方的にしているだけで、現実考えてみるとそうじゃないわけです。日本にはまだまだ先行きに大きな希望があります。それは毎年のようにオリンピックのノーベル賞の時になるとノーベル賞の受賞者が出てくるように、この何十年日本人の基礎的な科学研究というのは世界のトップレベルをずっと維持して、そしてそれを次の時代に生かせる技術も持っているわけです。問題はそれをそういうふうに生かしていこうと
するための仕組みがまだまだ足りないわけであります。一つは企業においては投資をするよりも回収をする、もっと言えば自分たちが研究をするよりも中小企業の中でそういう技術を持ったところを次々買収して、見放し立ったところを全部買収して自分の傘下に置いてやっていけばいいんじゃないかという安上がりのコストカット主義がまだまだ蔓延しています。でそうじゃなくて自分たちの会社の中でそういうものをどんどん育っていこうと、でそれは企業だけではなくてこの日本の国自身がそういう基礎研究、大学や地方の国立大学も含めてしっかりとした大学への運営交付金をちゃんとキープをしていく、同じようにそれぞれの地域で必要な予算、京都市もそうであります。門川さんが一生懸命この行政改革をやった、産業誘致もやってきた、税収増えてきた、税収増えると今度は交付税の額が減らされる、でこれでは何のためにこの経済をよくやって税収を増やしているのかわからないわけであります。こういう仕組みは変えなきゃならない。地方交付税の額は必要なものはしっかり国が出して、そしてプラスアルファで地方が頑張った分は地方の独自の財源として しっかり使える、そういうための仕組みを作らなきゃならない。それらは全て国が責任を持って財源を渡していけばできることなんです。国が財源を地方に、大学に、中小企業に、産業界に、必要なところにしっかりと長期計画を立てて分配していく、それがこれから一番必要なことですが、そうしたことをこの30年間逆さまの方向にやってきた。いや国はこれ以上借金できない、国の借金が増えればバンクの代に借金を残していいんですかというようなことを言って、長期的な投資や地方へのこの財源を渡すことをやめてきてしまったのが、先行きをどんどん小さくすぼめてしまったわけです。でそしてそれを打開するために言ってるのが、私が今私の秘書が決まっておりますけれども、私の会報でも書いております、 MMT という新しい経済理論なんです。でこれは経済理論というよりも経済の現実、見方を現実事実に基づいてもう一度再統合して考えてみようじゃないかという話であります。見新しいものよりも現実の経済は何かといえば、つまるところ国債を出して政府が財政出動をしていくということは、結果的に国民側にこの需要、さまざまな需要とそしてそれに見合う資産を国の方から分配することになるわけです。で、国は国債という負債を背負うことになっていますが、その一方で国民側にお金が回る、つまり預金がその分回り、そしてそれに伴う仕事そのものが回っていくわけでありますから、需要と一緒にお金が国民側に回っていくというのは、まさに経済そのものが成長する一番の大きな種火をつけることになるんです。そしてその種火を一旦国の方がつけて、それを継続的に長期的にやっていくということを実行していきますと、当然のことながらその種火から大きな火がついてきます。民間も事業を次々と行い、お金を使って消費をして人を雇って、そしてまた新たな再投資へしてという、この経済の循環がこの動き出してくるわけです。まさに今必要なのは国のそうした大きな政策転換が必要なわけであります。で私は安倍総理にも、そして次期のこの総理候補の一人である岸田政調会長にもそういう話を連日訴えてまいりました。この自民党の党内でもようやくそうした議論ができる環境ができつつあります。しかしまだまだいわゆるマスコミ、また野党、それから既存の経済学者の中では我々の意見をこの暴論だという人がいます。しかし私に言わせますと、暴論を言ってるのはそういう方々なんです。で彼らの一番の間違いは自分たちの間違いを間違いと認めない。30年間いわゆる主流は経済学者の言う通り財政を切り詰めて財政
構造改革をして、国の予算を小さくして、規制緩和をして、減税をして、民間にどんどんお金を使いやすい環境を作っていく。その結果何が起こったか、経済はこの一握りの大企業、そこにお金が集中して、そして一握りの経営者の報酬が増えるだけで、国民全体にはお金が回らなかった。地方にも行かなければ中小企業にもお金回らない。国民全体の実質給料も下がってしまう。こういう誤った現実が出てきているわけであります。こうした現実を見ることによって、我々は彼らが言ってきた政策が間違って、もう一度国民全体にお金を回るように、まさに形成催眠をするために経済政策をやっていこう。それが私が言っている MMT の目指すところであるわけであります。詳しくは私のホームページや私の著書などでご覧をいただきたいわけでありますが、まさに今年はそうした MMT 元年、そうしたことを国の政策としてしっかりこの土台を作っていく。今の経済先行く不透明な時代を打開するためにも、今新しい視点が必要なわけであります。ぜひとも皆さん方にも MMT でクリックをしてお話を聞いていただきたいと思うわけでございます。本年はまさに出年であります。十二支の一番最初の年、まさに新しい時代の幕開け、令和の実質的な幕開けの年、それにふさわしい経済政策をしっかり行って、この日本をもう一度立て直しをしていく、そのことを皆さん方にお約束とこのお誓いを申し上げたいと思っております。